皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学2年生の歴史、江戸時代の学問と化政文化についてお話します。ではまず学問から入っていきます。まず国学ですね。これって儒教や仏教が日本に入ってくる前の日本人の考え方や心、これを明らかにする学問です。この分野では本居宣長という人が古事記伝を表して国学を大成しました。古事記伝というのは古事記を分かりやすく説明した本で、全部で44巻あります。古事記というのは奈良時代にできた日本の歴史書でしたね。で、蘭学、これは西洋の学問をオランダ語を通して学ぶ、研究する学問です。この分野では杉田玄白らがオランダの人体解剖書タイヘル・アナトミア、これを翻訳して解体新書として出版しました。これを出版するとき、実際に1771年に人体解剖をやったんですね。この人体解剖をやったとき、その本に立ち会った医師、杉田玄白、前野良沢、中沢純庵、この3人が立ち会っています。で、杉田玄白と前野良沢は実際にこのタイヘル・アナトミアという本を持っていて、解剖を見ながら本と見比べると、そういうことをしました。するとあまりにもこの本が正確なのに驚きました。さらに日本中国のこの人体図というのはあまりにも間違いが多かったんですね。で、これをなんとか翻訳して広く知らしめようということでね、やったんです。で、翻訳には杉田玄白、前野良沢、中川純庵に加えて、桂川保修という人が加わっています。でも翻訳大変でした。なぜかと言ったら、この玄白はオランダ語がわからないと、前野良沢少しだけわかるとね、他の人たちもまあまあそんなもんですよ。ですから辞書を見比べながらね、翻訳していくんです。で、月に6日から7日集まって一生懸命翻訳したって言います。と、単語がだんだん分かってくると翻訳もスムーズに進むわけですよね。で、それでも2年かかっています。実際に翻訳が終わったのは1773年でした。で、この翻訳したものをそのまま出版する、でもこれ西洋の本なのでそのまま出版すると幕府に咎められるとね、捕まっちゃうかもしれないということで、この翻訳した年にこの本の紹介をする本ですね、本の内容を紹介する本を出して、幕府がどう出るかを確かめます。その本が解体訳図という本ですね。これを出して様子を見て大丈夫だと分かると、その翌年ですね、1774年に解体新書を出版したということです。でもこの解体新書の中にこの前野良沢という名前は載っていません。なぜかというと、前野良沢がこの翻訳した、解体新書まだ不満足で完璧じゃないと、ね、まだ自分が満足できる出来じゃないということで名前を載せるのを、ね、断った。前野良沢という人は完璧を求める人だったんでしょうね。で、同じ蘭学では平賀源内、この人が発電機エレクテルと静電気を作る機械ですけど、これや寒暖計を製作しています。このエレキテルはこれ平賀源内が長崎に勉強に行ってた時、通訳の人からこのエレキテルの機械潰れたのをね、壊れたのをもらうんですよ。それを江戸に持って帰ってきて、それを復元すると、修理して復元してみんなに見せたと、こういうことらしいです。で、測量の分野では伊能忠敬が日本地図を制作しました。この伊能忠敬という人、ね、若い時酒屋さんの婿に入ります。その酒屋さん、実はね、あまり儲かっていない酒屋さんだったんで、この伊能忠敬は一生懸命働いてこの店を盛り上げて建て直したんですね。で、50歳の時その店を息子に譲って江戸に出てきて、この50歳になってから勉強するんですね。一生懸命勉強して56歳の時ね、その勉強の成果を確かめるために幕府に江戸地を測量して地図を作らせてくれと願い出て、それが認められました。
で江戸地の地図を作ったんですね。その地図を見た幕府の役人がその素晴らしさ、出来栄えの凄さ、正確さに驚いて、これ幕府が命令して全国を測量して正確な日本地図をこの忠敬に作らせたと、このような話なんですね。まあ、50歳になってから勉強し始めて、こんなすごいことをやり遂げた素晴らしい人ですね。さて教育の分野、ここでは町や村に多くの寺子屋ができて、ここで読み書きそろばんを学ぶ民衆が増えました。この寺子屋の字ですけど、真ん中の子というところ、子供という字を使ってあるところと小さいという字を使ってあるものがあります。皆さんは教科書に合わせて、この漢字は、覚えてください。この寺子屋という名前ですけれど、中世、ね、お寺のお坊さんが子供たちに勉強を教えたりする、これを仕事にしていたことがありました。そこで、民衆が学ぶ場所を、寺という字がつく寺子屋と、このように、呼ぶようになりました。で各地の藩では武士の子弟を教育する藩校、これが設立されて人材の育成、これに力を入れました。では化政文化に移ります。この江戸時代の後期、将軍家成の時代ですね、この時代の文化、江戸を中心にして起きた文化、これを化政文化と言います。小説の分野では十返舎一九の東海道中膝栗毛と、ね、滝沢馬琴の南宋里見八犬伝、これが有名です。東海道中膝栗毛というのは、東海道を八地さん、北さんという二人が、ね、面白おかしく旅をする、ね、コミック的な話の物語です。で南宋里見八犬伝は今風に言うと冒険ファンタジー、ね、そういう物語なんですね。で徘徊、俳句の世界ですね。ここでは与謝蕪村が明るく絵画的な句を詠んで、小林一茶は農村の感情、農民の感情を表して句にしています。与謝蕪村、この人は画家でもあったので、この絵画的な句が、読めた、こういうことらしいです。演劇の分野では歌舞伎が盛んになりました。この時代の歌舞伎は江戸歌舞伎と言います。元禄時代にも京都、大阪で歌舞伎が盛んになりましたね。この時代の歌舞伎は上方歌舞伎、このように言います。こちらは化政文化では江戸歌舞伎なんですね。この歌舞伎の作者では東海道四谷怪談、これを書いた釣り屋南北がいます。で浮世絵、浮世絵は錦絵と呼ばれる多色釣りの版画、ね、いろんな色が入っている版画、これが人気を集めました。作者としては美人画の北川歌丸で、歌舞伎役者絵の東秀斎写楽、そして風景画では葛飾北斎と歌川広重、この人は安藤広重とも言いますけど、これを同じ人たちが有名です。今回は、江戸時代の学問と化政文化について説明しました。この赤い丸で囲んである部分、テストに出やすい部分なので皆さん覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。